れ、そういえば下川さんのユニフォーム届いてましたよね。届いてましたけど、あのどうします、着替えます、届いてましたか、はい、よし、じゃあ着替えましょうか。はい、じゃあね、はい、届いたユニフォームがこれでございます。おお、じゃあ、着替えましょうか。はい、ね、どうぞ早着替えしちゃってください。どう全体どうか。あ、素晴らしいけど、素晴らしいけど、ちょっと突っ込む、誰も突っ込めへんのそれ。ちょっと、はい、それはいつもの癖ですか。いいですね、ガチガチ専門ですよ。ああ、いいじゃないですか、ぽく見えますね。うん、白番も揃えちゃって、はい、じゃあこれでね、これはまあ言うたら春夏仕様ですよ。いや、これから今秋ですけどね、冬に向かって寒くなりますから、はい、この前買いに行きましたよね、みんなで冬仕様。はい、じゃあ冬仕様もせっかくだからみんなにお見せしときましょうか。はいはいはい、着替えましょう。あ、いいですね、あったかいです。はい、気持ちいいです。はい、気持ちいいですね。はい、痛みついていません。いや、大丈夫ですよ、いいと思います。店長、すごいあったかいですね、本当にあったかいですね。はい、そうなんですよ、この色にはね、考えがあって、冬場っていうのは非常に寒いじゃないですかね、はい、で、こういうあったかい色を見ると皆さんほっこりするんですよ。で、外から、寒い外から見て、中にこういう人がね、受付一人二人立ってたらね、やっぱ入りたいという気持ちになるんですよ。で、真冬の CM とかちょっと考えてみてよ。クリームシチューとか風邪薬とかの CM、 みんな明るいマフラーつけてたりとか、派手な服装でクリームシチューとか派手なセーターとか着て CM 撮ってるでしょ、はい、あれを見て明るいイメージで美味しく見えるしね、そのサービスを受けたいっていう効果があるんですよ、ね、だから今はまだそこまで寒くないから、ちょっとこのオレンジがね、おいちょっと派手やないかと、なんじゃいそれってなりますけど、真冬になったらこれはこれでね、ちゃんと生えてくるんです、意味を持ってくるからね、はい、はい、恥ずかしがらずに、ね、慣れちゃえば大丈夫、ね、僕がいつもオレンジの靴履いてるかのようにね、変じゃないでしょっていうことなんですよ。はい、ということでこれで頑張っていきましょうね。はい、はい、じゃあみんなでなんか、はい、なんかどうぞ。